今回はですね、こちらの Google AI Studio の動画生成についてお話ししたいと思います。もう Google AI Studio の進化のスピードが速すぎてですね、動画にする時間がない、ついていけない。もうここのプラットフォーム、ここ数ヶ月でどんどん変化していってますね。もうこの普通のチャットを打つ画面も4月9日の深夜に突然変わりました。前まではこのプロンプトを打つ入力欄が下にあったんですけど、真ん中に移動していたり、右のこちらの設定画面がスッキリして、下にあまりスクロールしなくてもこちらの Google サーチがオンにできたりといったような変化がありました。で、突如現れたこちらの動画生成。今、おそらく無料で開放してるこちらで使用する分に関してはだと思います。機能を見てみると、まずモデルは VEO2 というものが一つだけあります。で、ナンバーオブリザルト。こちらは2つまで一気に作れますよっていうことですかね。そして横型なのか縦型なのかを選ぶことができて、秒数に関しては5秒から8秒生成することができる。ちょっと特殊ですね。5秒から10秒じゃなくて5秒から8秒と。で、フレームレートに関しては 24fps とちょっと微妙な数字がここにありますが、今はまだ他の選択肢を選べない状態です。で、こちらのレソリューションというのも 720p 以外が選べない状態と。まあ、720p でも一般的には高画質かなと思いますので問題はないですが、これ以上選べる可能性がありますね。こちらは 1280×720 または720×1280 ということですね。 1080p になると 1920×1080 フル HD、 一般的に YouTube とか TikTok で見られるような画質で、今後ですね、 4K まで行くかどうかは分かりませんが、 2K とかは出てくるかもしれないですね、ここに。そして最後にネガティブプロンプトを打つ箇所があるという感じです。で、生成方法に関しては、テキスト2ビデオ、プロンプトを打ってビデオを生成する方法と、画像も入力として使えるようですね。 Google ドライブから画像を持ってきたり、ここにアップロードしたり、カメラで撮ってそれを使うこともできると。あとサンプルメディアもありますね。まずはテキスト2ビデオで試してみましょうか。こちらに3つほど今サンプルがあるんですが、真ん中のが面白そうなので、これを使ってみましょうと。今ボタンを押しただけでもう生成が開始されましたね。どんな感じになるのか。で、最初にここに Q に入りましたみたいなのが出てます。なので、すぐに生成が始まるというよりは、一旦待機時間があって、その後に始まるっていう感じかな。よくクリング AI とか他の動画生成でもアクセスが多いと待機時間が長かったりっていうことがあると思うんですが、まあそういう仕組みのようです。で、今動画ができましたね。下に再生ボタンがあって、拡大してみると画質めちゃくちゃいいですね、これね。これが 720p でこの画質、画像生成のフラックスの画質ぐらいあります。いや、動きもこれ 24fps、フレームレートが 24fps なんですけど、結構滑らかですよね、このゆっくりな動きに関しては。ちょっと早い動きとかになるとカクついたりする可能性はありますが、これぐらいだったら全然これだけでも使えちゃう感じがします。いやー、 Google の動画生成いいですね。ちょっとこれはね、覇権争いが始まりそうな気がしますよ。今クリングとかいろいろありますけども、ルマ AI とかランウェイとか、 Google が参入してくるとやっぱ強いと思うんでね。今の画質を見てもかなりいいし、ちょっと他にも何か作ってみましょうか。横型で日本語のプロンプトが使えるかどうかっていうのもちょっと気になりますよね。笑顔で手を振る女性、背景は海、天候は晴れみたいな感じで、これおそらくですね、プロンプトを打っても AI が間に噛んでると思うんですよ。 Google AI Studio のジェミニが間で噛んでる、そしてプロンプトを要約してこっちに伝えてるような気がします。ちょっと仕組みはまだわかりませんが、これで一回やってみましょうか。おそらく日本語でも英語に変換して最適なプロンプトに変えてから動画生成をするはず。それがね、この Google さんの強いとこでもありますよね。ジェミニっていう強力な AI がいることによって、いろんなことが実現しやすくなる可能性がある。クリングとかっていうのはですね、そのような AI 感をあんまり感じなかったんですよね。入ってるかもしれないんですけど、間にプロンプトを要約してどうのこうのっていうのはあるとは思うんですが、
ね、こっちの Google の方がその AI 感がより強くなるんじゃないかなと、いろんなことが実現しやすくなるんじゃないかなと思いますね。こちらが笑顔で手を振る女性、背景は海、天候は晴れ。まあ、日本語のプロンプトでもちゃんと聞いてますね。で、これ見ていただくとわかると思うんですけど、ちょっとコマ送りみたいな感じになってますよね。まあ、こんな感じでカクつきがあります。これはもう 24fps の減少ですね。これが 30fps とか60を選択できると滑らかになると思います。画質的には問題ないですね。まあこんなもんじゃないでしょうか。720p だったら。で、この先 1080p とか 2K、4K が選択できるようになるとかなり高画質にできるはず。で、これは今ダウンロードができますね。ちょっと一回ダウンロードしてみよう。で、ダウンロードしたものを再生してみて、透かしみたいなものはついてないですね。そこまで本格的に Google で作ったもんだって主張するような今状態ではないのかもしれない。どこにもないですね。もしかしたらどっかに忍ばせてある可能性はありますが、今んとこなさそう。いやー、いいですね。あとは画像を元にすることもできるので、例えばですね、こんな画像を一回入力してみて、このままプロンプトを打たずに画像だけ指定してやってみます。縦型にして、まあ、8秒でいいか。このまま生成。で、これおそらくまだこの機能に気づいてない人が大半だと思うんで、この待機時間も今短めですが、これに皆さんが気づいてきてできるようになると、この待機時間長くなる可能性ありますね。で、今できましたね。ナースの動画ですが、おー、めっちゃ滑らかだね。これ 24fps でも滑らか。いや、すごいな。画像からの方がすごかったね、今の感じだと。で、ここにプロンプトで笑顔とか手を振るって入れるとどうなるのか。あえてこんな感じで短文で打ってみました。できました。笑顔で手を振るっていうプロンプトにしましたが、あー、手を振っ、あ、すごい。今、最初笑顔にならなかったんで、笑顔は効かなかったのかなって思っちゃったんですが、ちゃんと後半で笑顔になった。ちょっと特殊な動きもさせてみましょうか。いきなり走り出して、雄たけびを上げる。こんな感じで、いきなり走り出して雄たけびを上げる。ちょっと特殊なパターンだと、どうなるのか。どうでしょうか。おー。雄たけびはすごい。でも走り出す感じも最後にありましたね。順番はちょっとずれましたが、いきなり走り出して雄たけびを上げるんじゃなくて、雄たけびを上げていきなり走り出しそうな、ちょっと今動きが出た。日本語でちゃんと言うこと聞くってすごいですよ、これ。他には何があるかな？格闘家のようにパンチやキックを繰り出す。こんな特殊なプロンプトでもう一回やってみましょう。いやー、動画生成これ無料で今使えるってこれ楽しいですね。ちょっと皆さんもぜひと言いたいとこだけど、あんま使われるとね、重くなっちゃうと思うんで、どこまで Google さんのサーバーが耐えられるか。普通にテキスト生成とかでも大量に書き出すと結構重たくなっちゃうんで、まだ。いやー、楽しいですね。こんだけ言うこと聞いてくれると。さあ、次はどうでしょうか。拡大して、おー、パンチ繰り出して、キックはないか。ちょっとキックまではさすがに無理でした。ちょっと激しい動きというよりは、緩やかな動きが多いですよね。まあでも、雄たけびはちょっと激しくなるのか。あれ？これ、ヒストリー的には残らないのかな？あ、消しちゃった。ちょっと今のが残ってるかどうかっていうのがちょっとわからないんですが、ビデオ生成のログみたいなのは残ってないのかな？他には機能はなさそうですね。まあ、今はこれぐらいのものかな。システムインストラクションズもないし、ここにドキュメンテーションってあるんで、これを見てみましょうか。ああ、やっぱここにつながるんだ。ですね、ここの動画生成というこちらのページ、概要欄にも貼っておこうかと思いますが、VO を使用して動画を生成する。こちらは本来 API で使用する前提のようですね。まあ、それが今ここで扱えるようになってるっていう感じ。で、本来は VO は有料機能であり、無料プランでは実行されませんと。API を使うと、渡した側では実行はできませんよというのが説明としてあります。Google の現時点で最も高機能の動画生成モデル。幅広い映画的、視覚的スタイルで動画を生成します。プロンプトのニュアンスをキャプチャして、フレーム間で複雑なディティールを一貫してレンダリングします。まあだから AI 使って、プロンプトのニュアンスを読み取って、フレーム感を補完する。
フレーム間で複雑なディティールを一貫してレンダリング、だから変な動きがないっていうことですね。先ほども見てもらった通りで、仕様としてはテキストからの動画生成と画像からの動画生成、そして動画の時間は5秒から8秒、 720p のフレームレートは 24fps、 アスペクト比は横向き縦向き、入力言語英語となってますけど、さっき日本語でもできたんで、まあ英語の方がいいかもしれないですね。下手な日本語より英語で最初から打っちゃった方がいいかもしれないけど、おそらくは Google AI スタジオさん側で日本語を英語に翻訳してくれてると思うので、まあ Google 翻訳とかより精度がいいかもしれないですね、こっちで翻訳しちゃった方が。で、一応透かしが入るようなことは書いてありますね。Google が識別できるような透かしが入ってると。今さっきの動画では見えませんでしたが、どこかに入ってるんでしょうね。なので、著作権とかは注意しないといけないと。で、実行には約2、3分かかる。あとは、Python のコードみたいなのも置いてあったり、このコードにいろいろ組み込んでカスタマイズしてっていうことなんですかね。あとはプロンプトの書き方みたいなことも書いてあります。被写体の数を指定したり、カメラの動き、位置、フォーカス、全体的なスタイルとテーマ。あとは安全フィルター。まぁ、ちょっとエロいものとかは作れませんよっていう感じですよね。いやー、さっき見た感じ、かなり言うこと聞いてくれてたんで、うまく扱えばすごい強力な武器になりますね、これは。VEO コラボ。AI 動画の生成をさらに学びましょうという項目もあったり、これは API 用かな？ちょっとそこはまあ置いといて、今後 API も使っていくかもしれませんが、気になるのは料金ですよね。さっき料金のここか、料金ってあります。動画の料金、Gemini API の有料階層でデベロッパーが利用できます。有料階層1秒あたりの料金、米ドル 0.35 ドルと。今調べてみたら、0.35 ドルはおよそ50円。なので、8秒で400円かかりますね。そうすると結構かかるなっていう印象があります。まあ、5秒で250円。5秒で250円か。なかなかな気はしますがね。まあ、ちょっとプラン的なものが今よくわからないんで、なんとも言えませんが、どうなっていくのでしょうか。Google の動画生成。これは今 API 用に開発を進めていると思うんで、一般向けではちょっとないような気がするんですよね。一応今無料で使用できるけど、ここで作った動画を公開とかしていくとですね、透かしとか、まあそういうもので特定されて、何かしら注意を受けたりとかっていうことも、まあありえます。なので、それを回避するための有料プランというのが今後出てくる可能性はありますね。クリングとかと同じで。まあそれがどういう形で出ていくのか。ここかな？ビデオ FX。こういうサイトがあって、順番待ちに僕も登録してたと思うんですよ。ここで今後使えるようになるっぽいですね。ビデオ FX というサイトで。まあイメージ FX とかは今も使えますが、まだこっちは使えませんね。ということで、またここもいろいろ触ってみたいかなと思います。僕は今こんなサイトを運営してまして、AI に関するような記事とか講座をやっています。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方は見てみてください。販売指示書といって、プロンプト集であったり、AI 変身動画講座、動画編集爆速化講座、まあ、AI で素材を無限生成する方法とか、講座作成講座とかね、いろいろ今あります。ちょっとこの辺の画像、ピンクが強いんで入れ替えるよ画像生成も日々僕も勉強しながらやってます。というわけで以上になります。それではまた。